い、そうしましたらセンターから、目線をお願いいたします。スポーツ庁2年半やってきましたけど、今日初めてよかったなと思ってます。鈴木長官は今朝ピョンチャンから戻られて会場に駆けつけてくださったんですよね。はい、そうなんですよ。そうなんですよね。本当に昨日アイスアリーナでパシュート日本チームが優勝するところをこの目で、見てまいりまして、もう昨日というかもうさっきという感じなんですよね。本当にその日本選手がですね非常にその韓国の地で、頑張っておりまして、本当にスポーツの持つ力というものをですね、感じてき、ました。このまあ、パンプラスウォークプロジェクトでもですね、それぞれ皆さんが歩くことでまたスポーツをし、そして健康になり、そして楽しく体を動かすというようなことをですね、これからもっともっと国民の皆さんにもですね、一緒になって広めてまいりたいとこのように思っております。はい、鈴木長官ありがとうございます。はい、皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。